ケネス・ M ・ム・ムンガラは、ケニア共和国リムル出身のマラソン選手。2015年のゴールドコーストマラソンで2時間08分42秒を記録して、男子マラソンのマスターズ記録を塗り替えた。2015年ミラノマラソンゴール直後31歳まで、理髪店を営んでいた、ムンガラは、顧客のランナーを見て、自分の方が速く走れるのではと思いランナーに転向したという。 マラソンデビューは2007年のケルンマラソンでタイムは2時間11分36秒で、結果は4位。この時の彼の年齢は34歳であった。自己ベストは2011年のプラハマラソンにて記録した2時間7分36秒では、あるがこの大会では惜しくも2位に終わる。2007年のケルンマラソン以降、23のマラソンの大会に出場し11度もの優勝を誇る。 最初に優勝した国際レースが2008年のプラハマラソンでタイムが2時間11分6秒。その4ヶ月後のトロントマラソンでは2時間11分2秒で優勝しており、このトロントマラソンでは2008年から2011年まで4年連続で優勝することになる。2012年は不調のシーズンを迎えてしまい、パリマラソンでは2時間15分59秒。 中央ソウルマラソンでは2時間16分53秒など記録は振るわなかったが2013年のナイロビマラソンでは2時間11分40秒の記録で優勝して復活を遂げる。2015年のミラノマラソンでは41歳の年齢で2時間8分44秒の記録で優勝。これは2003年にメキシコのランナーであるアンドレスピノーサが ベルリンマラソンに手樹立した2時間8分46秒のマスターズ記録を12年ぶりに塗り替える快挙となる。またこの年の7月に行われたゴールドコーストマラソンでは自らの持つマスターズ記録を2秒縮めて2時間8分42秒の記録で優勝する。2016年にはミラノマラソンに連覇を狙いに出場し自らの持つ マスターズ世界記録のタイムを更新する2時間8分38秒の高記録を出すものの3位に終わる。そして7月はゴールドコーストマラソンに出場しこちらも連覇を狙いに行き川内勇希とのデッドヒートを制して2時間9分で優勝。2017年は再びミラノマラソンに挑戦をするも惜しくも2位に終わり7月2日に行われたゴールドコーストマラソンでは 大会3連覇に挑むもの,のゴール前で野口拓也に抜かされ2位に終わってしまい2017年は未勝利となってしまう。2015年ゴールドコーストマラソンゴール直後、ありがとうございます。